中国3隻目の空母復権の新たな動きをキャッチしました。今回は、中国空母復権の推進と係留テスト完了と電磁式カタパルトは、果たして本当なのかを詳しく見ていきますね。あの黒幕が取れない以上、衛星からは見れないのだが、FC-31 戦闘機もまだだしね。この2023年4月23日、中国海軍は、創設から、ちょうど74年という、節目を迎えたが、これに合わせて、昨年2022年6月に、進水を行っていた航空母艦、復権についての今の状況を、中国共産党傘下の機関紙、玉木玉時報が記事にした。この日の環球時報では、現在の航空母艦、復権の状況を、艦艇の推進と、係留に関してのテストを想定通りに終えたとしており、今後は、今年2023年中に、中国海軍への引き渡し前の、最終的な海上公試しが行われる可能性を示唆している。昨年、この航空母艦、復権が進水を迎えた際には、多くの西側諸国の関係者の見立てでは、2024年中には、同艦は、船上港試しを行う可能性があると指摘する声が多かったこともあり、環球時報の記事が正しければ予想を上回る進捗でもある。ただし、今回の環球時報の記事で、こうした航空母艦、復権の今後のスケジュール、予定について述べているのは、中国軍内の人物ではなく、同国の軍事専門家であるため、キレが完全に正しい情報なのかは、伺い知れない。とはいえ、中国共産党の機関紙である、環球時報に掲載されている内容であるため、中国軍や政府の意向と思惑に則ったものであることは間違いなく、その面向を何より重んじる中国の文化を考慮すれば、実現に自信を覗かせているのだろう。加えて、今回の環球時報の記事では、この、復権に続く中国海軍の4隻目以降の航空母艦の建造や戦闘機についても触れられており、かつ、055型南アキラ級ミサイル駆逐艦が新たに就役を迎えたことについても記述している。一時期は、中国海軍の4隻目以降の航空母艦には、アメリカ海軍と同様に、機関部には原子力推進を採用するとの観測も見られたが、現時点では、そこまで踏み込んだ指摘はなく、今後も、その数を増加させることを述べている、状態ではある。航空母艦、復権は、基準排水量が 71,875 トン、満載排水量が8万トン以上、全長が 315.0 メートル以上、全幅が 76.0 メートル以上と示されており、アメリカ海軍の航空母艦を除けば、現時点で、世界最大の規模を持つと言える。それでも、復権は、それらアメリカ海軍の大型原子力航空母艦とは異なり、機関部には、通常動力を採用していることもあり、航続性能をはじめ、スーダン戦力としては劣ると指摘する声もあるが、拙速な決めつけには注意が必要だ。アメリカ海軍でも、今の大型原子力航空母艦のみの体制となる前の2009年までは、通常動力型のキティホーク級を運用していたが、これらは、基準排水量が6万100トン、満載排水量が7万5200トン全長が 323.9 メートル、全幅が 76.0 メートルの規模だった。このキティホーク級は、最大で、90機ほどの各種の艦載機を搭載することが可能で、その収容能力は、現在の大型の原子力航空母艦と比較しても、大差はなく、同級を、復権はしのぐ排水量をすでに確保している点は事実である。復権は、西側諸国の関係者の間では、その艦載機数は、少なくとも50機以上と見さされているが、排水量から見る艦艇の規模からは、もっと、
多くの艦載機を収容できる可能性も高く、攻撃力はかなり増していると想定される。これまでの中国海軍の航空母艦といえば、1番艦で練習艦と見さされている遼寧が40機弱、2番艦で中国国産初の山道が50機弱と召されてきたので、これよりは確実に収容する艦載機数を増加させているのだろう。ただし、これまでの中国海軍の遼寧や山道では、艦載機を射出するカタパルトを装備していなかったため、その初艦は、艦首部分に設けられたスキージャンプを用いたストバー方式であり、艦載機の運用能力に制限が大きかった。ストバー方式では、艦載機の離陸時の重量を、機体そのものが持つキャパシティよりも抑制しなければ、発艦が不可能なこともあり、必然的に燃料や兵装の搭載量が少なく、離陸後の行動半径や攻撃力は低下せざるを得ない。こうした艦載機の搭載能力を増加させる上では、航空母艦にカタパルトを装備することは必須となるが、その開発自体に技術、ノウハウの蓄積が不可欠であり、これまではアメリカ海軍のみが、その能力を独占してきたと言える。2023年現在、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦を除けば、カタパルトを装備し、実際に稼働を行っているのは、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールただ1隻しかないが、同艦のカタパルトも、アメリカが技術供与したものとなっている。フランスは最近でもマクロン大統領が中国を訪問し、同国へのリップサービス的に発した親中発言を発し、アメリカと必ずしも同一の政策を取らないという独自性を示そうとして、多くの西側諸国でも物議を醸すこととなった。フランスのこうした外交姿勢は今に始まったことではないが、そうしたアメリカ批判とも取れる発言をトップが行う国にあっても、唯一の航空母艦であるシャルル・ド・ゴールには、カタパルトの提供とセットでアメリカ海軍の担当者を受け入れている。今後、シャルル・ド・ゴールの後継艦も同じく原子力推進で建造することが決定されてはいるが、そこでもカタパルトの技術はアメリカから提供を仰ぐことは必須とめされており、独自に開発することは非常に困難だと言えるだろう。こうした状況を考えるに、これまで全くカタパルトの設計も実用化も言ったことのない中国が、いきなり復権でその国産化、さらに蒸気式ではなく電磁式を装備すると喧伝していることには、それをいぶかし、む、声も、西側諸国からは多く聞かれる。個人的にはまさにその通りだと感じてはいるが、中国はなんせ面向を重んじる文化の国柄ゆえ、実現できない電磁式カタパルトをここまで大々的に復権に搭載すると喧伝した手前、何らかの解決策を得ているのかもしれない。しかし仮に中国側が電磁式カタパルトに関する解決策を確立していたとしても、今現在の同時並行で開発が進められている艦載機としての戦闘機や早期警戒管制機の戦力化も、そうそう容易には進めれないようにも思える。すでに、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦は、早期警戒管制機の運用はもちろん、戦闘機も、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2C 型の配備を進めており、そのレベルに中国が一足飛びに到達するとは考えづらい。さらに言えば、大型の原子力航空母艦を11隻も保有、運用しているアメリカ海軍であっても、それらの航空母艦の稼働、訓練、メンテナンスの期間の比率は、およそ1、2、2であるとされており、同時稼働は、平時では2隻から3隻に過ぎない。
仮に、中国海軍が、福建を、今の予想の通りに、2024年に実戦配備を行ったとしても、遼寧や山東と合わせて、同時稼働は一隻というのが関の山であり、アメリカ海軍に対抗するまでには、まだまだ絶対数には程遠い。そもそも、アメリカ海軍を象徴する大型の原子力航空母艦といえども、近年の対艦ミサイルの長射程化や命中精度の向上の前はかなり脆弱だと考えられており、太平洋戦争後に航空母艦が実際に投入された戦いも非対称戦しかない。ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争、そしてその後の中東へのアメリカ海軍の大型の原子力航空母艦の投入は、いずれも、それらを攻撃可能な戦力を有さない敵に対してのみであり、圧倒的な航空優勢が確保されている場合だけだ。中国も、実際には、アメリカ海軍の大型の原子力航空母艦の自国への接近を阻止する方策としては、多数の対艦ミサイルを用いた飽和攻撃で、それを実現することを期としており、その意味では、航空母艦の持つ静着性は、熟知している感もある。その上でも、中国が、自国でも、航空母艦の数を揃えようとしているのは、見た目に、派手な戦力として誇示することで、弱小な敵対国を威圧することを目的としている可能性も高く、実用性は二の次なのかもしれない。